岐阜県立武吉高等学校は、岐阜県美野市泉町にある公立高等学校。2年次より文系と理系に分かれ、きめ細かな対応を行っている。毎週月曜日の7限に週末課題に対するテストが行われるほか、季休行事や土曜日の補修、サテライト授業などを通して学力の向上が図られている。商業課では、 簿記会計などの専門教育に重点が置かれている。ほか、日照簿記検定などの資格取得にも力が注れている。情報処理科ではコンピューターを駆使した事務処理技術、知識の獲得を目的とし、また商業科と同様に資格取得にも重点が置かれている。毎年9月には、竹吉高祭と呼ばれる文化祭が行われるほか、体育祭、芸術鑑賞が行われている。 修学旅行は2年時に行われ、普通科は九州、商業、情報処理科は台湾へ渡航。平成30年度から普通科、商業、情報処理科ともに九州へ変更。運動系の部活動では2006年に男子団体が2005年は女子団体、個人が全国高校総体に出場を果たした、球道部が全国レベルの実力を誇り、 東海大会に毎年出場している。また、バレーボール部が県大会上位に食い込む実力がある。文化系では吹奏楽部が岐阜県アンサンブルコンテストなどで優秀な成績を収める活躍を見せている。公式野球部は1948年と1998年の夏の岐阜大会でベスト4へ進出した。小倉山城跡の展望台から望む岐阜県立。 武吉高等学校の前傾普通科の生徒は多くが進学を希望しており、そのうち7、8割程度の生徒が4年生大学へと進学する。学区内には普通科設置高校が少ないため進路は国公立大学、私立大学から専門学校まで多岐にわたっている。普通科の毎年15から30名程度の生徒が国公立大学へと進学する。 商業科、情報処理科の生徒も進学希望が多く、就職する生徒は学校全体で毎年15から30名程度である。普通科の就職希望生徒は皆無と言っていいほどいない。ありがとうございます。